はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。では今回はパワープロ 2020A 館内、続けていきたいと思います。今度こそ、甲子園出場頑張っていきたいと思います。スターティングラインナップをご紹介していきましょう。まず1番田代、これ足 S に育てました。残り能力もね D までなんとか引っ張り上げていきましたので、1番バッターとしてね塁に出てもらって2投3投と決めてもらいたい。そして2番には稲葉を持っていきました。まあ、稲葉でチャンスメイクと。で、3番、前田。3年生についになってます。パワーヒッター取得済みです。ミート A、パワー S。そして、4番、1年生ながら、転生プロ。中村が入ってきてくれました。まだパワー C なんですけど、威圧感持ちパワーヒッターの広角打法。固め打ち満塁男。この、中村をね、4番に据えていきたいと思います。弾道4です。で、5番に小向かい、ミート A、パワー A と。で、6番に小川、ミートパワー B まで上げています。で、7番岩下、パワー B。で、8番キャッチャー、石塚。走力はまだ低いんですけど、肩は A、走力補給もね、もうすぐ60到達、ミートパワーももうすぐ B というところまで上げてきています。もう完全にね、打ち勝つ野球。残念ながらね、ピッチャーがね、あんまり育っていないので、打ち勝つ野球で、強豪校を撃破していきたいというふうに思っています。では早速、1回戦始めていきましょう。今日の張り切りボーイ。まあ、1回戦なんで確実に勝てるから中村っていう選択肢ではなく、前田でいきます。はい。7対4と、1回戦目。まさに打ち勝つ野球、前田は3ホーマーですね。これでまず初戦突破です。まあ予想通りというか、作戦通りというか、まあ、ピッチャーはねある程度点を取られるので、点を取られる以上に点を取っていくっていうね、そういう打線に仕上がっているので、このまま攻めの野球でいきます。はい、2回戦目ですね。9回の表、ワンアウトランナー2塁1塁、1点リードの場面ですね。ここで中村になります。ここで打って試合を決めてほしい。中村ここまでホームランがね出てないんですよね。ここも打ち上げだ。おー、ポロってる。けどまあインフィールドフライもう宣告されてましたからね、ちょっとドキッとしちゃいますけどね。さあ、では追加点狙っていきます。はい、5対3と勝利してます。2回戦突破です。打線がね、まあ、5点取ってくれているので、この調子で打点はねどんどん取っていってもらいたいというふうに思います。では続いて3回戦でいきます。さあ、2対2同点の場面、ノーアウトランナー2塁1塁。ここは得点のチャンスなので、点をね取りに行きたいと思います。今回ミート S パワーへ持ってった。スリランですね。もう完全に蛇行到底のチームになってしまっているんで、点をね、早い段階でも取れるときは取っていく。そういう野球をやっていかないと後半厳しくなってきますんで、ここは点が取れそうな場面では惜しみなく攻撃的にいきます。で、ここもですね、スクイズで貪欲に点を取りに行きましょう。アウトか。いやー、ちょっとショーフライ気味になっちゃいましたね。こういう流れが変わりかねない場面の後はしっかり切っていきましょう。はい、5対2で勝利してまーす。ここも小向かいのスリーランが効いてますね。では続いて4回戦いきます。はい。6回の裏。4対1、3点リードで2回、2アウト、ランナー3塁ですね。で、小向かいをですね、打順を上げて2番にしてます。今まで2番は稲葉が打ってたんですけども、稲葉の当たりがちょっと止まってるようなんで、2番に小向かいを入れてたという打線のね、組み替えを少ししています。このピンチは守っておきたいな。
三遊間へバックホーム。バックホームはダメだ。追いタッチになっちゃってるもんね。今のはファーストに送って確実に1個アウトを、まあ、取ってほしかったかなっていう気はしますけどね。点差がある分だけ。これは入るぞ。持ってかれた、持ってかれた。逆転スリーターン。いやー、持ってかれたか。まだ試合は終わってないですからね。4番中村、そして5番に打順を下げている稲葉ですね。魔物を持ってくれている、ありがとう稲葉。これは入らないね。稲葉がね、ちょっとホームランが出てないんですよね。侍ジャパン、日本の4番を務めたこともある、ありましたよね。稲葉って4番も打ってましたよね。その稲葉なんで、ここはね、1本早く欲しいですかね。小川ミート打ちでいきます。当ててもらわないと話にならない。入った、ホームラン。逆転スリーラン。ここはね、もう点を取れるときに取っておきましょう。相手チームはですね、総合力 C のチームです。魔物よ、これが魔物の怖さ。はい、一時逆転されてヒヤッとしましたけど、終わってみれば10対5、魔物発動で完勝というところですね。これで準決勝に試合を進めます。では準決勝です。注目選手はこの中だったら小向井だね。ミートエスパワー A、 小向井の打順をまた、2番に上げましょう。稲葉にね、ホームランが出てない、当たりが出てないっていうのもあるし、前田もね、1試合3ホーマー打った試合はあるんですけど、打率が少し上がってきてないですね。前田はミート A パワーです。もうちょっと打ててもいいかなっていう感じはするんですけど。さあ、では相手チームの戦力見ておきましょう。総合戦力 C、うん、これだったら勝てる。まずは盗塁を決めてもらいます。アウトか。まあ積極的な攻撃が裏面に出てしまった形ですかね。確かに田代は、盗塁はね、上げてないんですよね。足は S あるんですけど、そこはしょうがないですね。1点先制されてます。ここは早めに強心臓を使ってホームランを狙っていきましょう。これは抜けていく、いい当たりでしたね。ちなみに千葉県の高校野球の予選が行われるスポーツセンターの野球場あるんですけど、まあ千葉県民じゃない方はもちろん何のこっちゃいって話だと思うんですけど、僕が高校を選んだ一つの要因がですね、モノレールなんですよ。で、このモノレールもこの球場の近くを通ってますね。高校は最寄り駅からモノレールで乗り換えなしで行けるんで、それもね、高校を選んだ一つの要因です。ファーストこれは守備範囲内、小川そのままベースを踏んでよ。高校2対1、1点リードだとちょっと不安なんで、もう2、3点欲しいかな。まあ、決して投手陣がね、優れたチームではなってないので、点を取って取りまくる、まあ、そういうチームに仕上げてある。なので、基本的に、みんなパワー、ミートは C 以上、選手によってはエースっていうね、そういう数字にしてあります。その分守備とか補給とかは D、 下手したら E の選手もまだいるかなっていう状態ですね。まあ、ただこれは最終的にはまあ D までは上げていくというふうに考えて、ここはスクイズを決めます。うわ、上げた。しょうがないね。さあ、ピンチですね。ここはいっぺん曲げたくない。内容前進守備です。
よし、完全に当たったね。前進守備だ。1点差は本当に心もとない。一発浴びたらもう逆転ですから。打線は水物っていうぐらいなんで、鍛え上げていても打てないんじゃないかっていうね、恐怖心はあるので、なんとかもう2点3点取っておきたいかな。これはサードフライで、4番の中村、ホームランがねまだ1本しか出てないんですよね。まあ、1年生で4番を任せているんで、まあ、結果がねもうちょっとついてきてくれると嬉しいかなというふうには思います。8回の表、ノーアウトランナーが1、バッターは1番の吉原。戦力確認しておきましょうか。ここは負けたくないですからね。吉原、ミートが77、それなりに打つな。南は、南もミートはそれなりにありますね。クロス君はパワーヒッター持ち。中川は威圧感持ってんだな。藤沼はミート B、パワー B、それなりに打ってきそうだね。ここは速い球で内角直球勝負。持ってかれた、これだよ。田代の足で追いつけない。これでも今までの地方球場だって入ってましたね。バッターはピッチャー南。さあここは勝負するか、それとも満塁策を取るか。勝負するよ、まだノーアウトだから。ボール球打った、いました、下がった。これはポテンヒットになるか。ポテンヒットだ。いや、いいバッティングではないでしょ、どう見ても。ここは、まずは守備を盛り上げておいて、1点はもうしょうがないかな。同点止まりにしておきたい。持ってかれた、これは持ってかれたんじゃないか。今、ドキッとするな。満塁ホームランとか食らうと、もうかなり苦しくなりますからね。ここはなんとか。同点止まりで止めておきたいけど、持ってかれた。これは持ってかれた。スリーラン、うーって感じだね。まあ、ただまだ諦めるには早い。8回裏、ノーアウトランナーが一塁。よし、ここをね我々もランナー貯めていきましょう。下位打線ですけど、まあ、打てる下位打線ですからね、我々のチームは。さあ、持ち前の強心臓が力。いました。よし、これは入るんじゃないか。フェンス最上段。いやー、同点のスリーラン欲しかったな。で、8番の石塚くんですね。石塚くんもね、一応パワー B はあるんで、当たれば入るんですよ。芯で捉えさえすれば。これは、点が欲しいな。ここは代打送ります。まだねスクイーズで1点取りに行くっていう場面ではないので、バッターは代打。センター返し、うわー、ボテボテの当たりだ。おし、魔物魔物魔物使ってないですけど、ここにも魔物が住んでいる。ゲッツーはない田代なんで、足が S。打たせていくしかないし、打たせていきましょう。これで1点差。そして2番に小向かい。入ったー、逆転スリーラン。ドキッとしますね、本当に。そして4番の中村、もうここはイケイケでいきましょう。中村はね、パワーヒッター、広角打法、威圧感持ちです。ただちょっと中村がね覚醒するのはまだ少し先なのかなっていう、まあそういう結果ですね。ここまでのところ、今のところ打撃が不振なのが、今の中村、まあ不振っていうほど打率は低くないんですけど、ホームランがちょっと出てない中村、それと稲葉もちょっとホームランが出てないんですよね。
そしてホームランね、打つときは打ってくれるんですけど、率が上がってきてないのが前田、4番の前田、3番の前田ですね。このあたりが機能してくると、もっともっと点が取れて楽に勝てるチームになると思うんですけど、まあ、その覚醒が待たれるというところです。では決勝です。決勝はね、過去に一度行ってるんですけど、決勝戦で敗退してるんで、ここは決勝戦で勝てるように頑張りましょう。で、今、あれだよね、パワーヒッターの賞もらったよね。誰か使える人いるかな ?1 年生、2年生でパワーヒッターもつけちゃうっていうのはありだから。中村はね、まだ、そういう意味で言うと、パワーヒッターも持ってるんで、あえてつける必要はない、選手なんですけど、浜岡とかにパワーヒッターつけちゃう。で、練習を休んで、万全の体制でいきましょう。タッチのタッちゃんもね、決勝戦の前日雨で休みましたから。張り切りボーイを前田、頼むぞ。パワーヒーも持ってるし、パワー S だし、前田です。まあ、前田がね、ポンポーンとホームラン1本、2本打ってくれると、試合の流れがぐっときて、まあ、勝ちやすい環境が整うと思うんですけど。マウンド上ピッチャーは神山。お、1点取り合ってるね、早くも。誰かがホームラン打ったんだわ。桜高校総合戦力 B か。ホームランを、小向かいあたりが打ってくれたんだな。1番田代くんはね、まあ、ホームラン1本打ってますけど、ホームランバッターではないので、まあ、おそらく2番、稲葉か小向かいか。どっちスターティングラインナップにしてたか謎ですけど、どちらかが打ってくれてますね。さあ、前田よ。率がね、3割、まあ、5分ぐらいまで来るとね、前田、コンスタントに打ってくれそうだなっていうイメージついてくるんですけどね。2割5分なんで、率がもうちょっと欲しいですね。相手チームも少し分析しておきますか。1番石戸くん。バランスはいいね、満塁男。音原。パワー A、総力 A、ミートも B。いや、万能性あるな。横井くんには守備寄りの、選手ですかね、3番ですけど。高宮くんは肩も守備も呼吸も高い。まあ、足がちょっと遅いですけど、ミート A、パワー B。打てる選手ですね。長尾くんも打てるな。竹永くんは足が速い、高速チャージ持ちです。才賀。パワー B、総力 B。ミートがちょっと低い選手ですね。で、西谷は、肩力 B。西谷さんっていうね、新人の頃少しお世話になった怖い女の先輩がいるんですけど、その名前をふと思い出しました。ワンアウトランナー二塁。これは進塁打にならないね。しっかりさばいて、ツーアウトランナー二塁。ここは阪急中心。2番塚原くんをしっかり仕留めておきたい。塚原君ホームラン10本打ってるからね、足も速いな。こういうところで長打食らうと痛いから、ね、ただ横井君はね、そんなに打てる印象はなかったですね。さっきの中でアウトだ。セーフかー。タイミング的にはアウトかなと思ったんだけどな。残念ですね。なんとかしのいでます。1点リードのまま6回の裏です。ここは前田の一発。なかなかね、ミートできてない感じですね。で、5番の小向井。小向井君がね、ホームラン8本。打率4割4分。ただここは打ち上げましたね。で、6番の小川君かな。小川君も4割4分か。結構打ってくれてるな。究極の思考が今解き放たれ、打ちました。ヒットエンドランで確実にヒットになったら、うわ、
まあ2アウトなんでヒットエンドランっていうか打った瞬間ランだからね、まあ、よく考えたら何も考えずにヒットエンドランってしちゃいましたけど、落ち着いて打たせた方が良かったな。江尻君が代打で出てきてますが、ここはオフサイドかかります。で、1番の石堂君ですね。打てる1番石堂君。長打もあるからな、石堂君。前田は肩も鍛えた。さあ、ここは伝令を使って守備を盛り上げておきます。変化球中心。臭いところでしょう。よし。これは大丈夫ですね。まあ、決して守って勝つ投手守備のチームではないので点がやっぱり欲しいですね。これは前田がライト前ヒット、そして4番の中村ホームラン1本出てますね。持ち前の熱血が力を発揮する。ここも角度はいい感じで上がってきましたけどね。さあ9回の表、ここは早めに伝令を入れていきましょう。よし、まあ、ああいうねいい当たりされると本当にヒヤッとしますね。原井君がここは完投しよう。1点差だとちょっとピッチャー変える勇気はないだろう。入らない。地方球場だったら入ってますね。これ県の球場だと思う。また同じ地方球場ではあるんですけど、小さい球場だったら多分入ってましたね。いや今の2塁ランナーの暴走は助かるわ。スコアリングポジションにランナーいるのといないのではね、気持ちが全然違いますよね。ホームランで逆転されるっていうのは同じですけど。よし、これで甲子園初出場だな。まあ打ち勝つチームにした割にあまり打てなくて守って勝った試合もありましたけど、結果的にバランスよく進めた感じですかね。念願の甲子園初出場、稲葉も1号ソロ打ってくれてますね。1回の表 3番前田の前で1点入ってたのは稲葉のホームランだったんですね。よし、ついに甲子園大会出場だ。この時を待っていた。前田はミートもエースに乗ったな。これでね、ようやく最初のポイント通過と。時間かかっちゃいましたけど、ちなみに、我々はこんな感じです。まあ投手力はやっぱり低いよね。打撃がまあ一つ抜けてるかなってかと思います。では今回はねここまでにさせていただいて、次回ですね甲子園大会プレーをしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。